明夫エクストリームサイエンス飛鳥ゼミナール20。それでは飛鳥先生、よろしくお願いいたします。はい、どうもです、飛鳥明夫です。今夜も質問に回答に全力で頑張りましょう。それでは最初の質問です。ネットで騒がれているのでご存知かもしれませんが、今年初めのイギリスのエコノミスト誌の雑誌の表紙に2015世界はこうなるとタイトルがあり、いろいろな絵が描かれている中で、下の方にそれぞれに 11.5、11.5 かな、 11.5 と 11.3と数字が書かれた2本の矢の絵があり、この意味は地震などがこれらの数字が暗示する日に起こされるのではないかと多くの方が言われています。これはイヤルの月の5月11日に 3.11 のような人工地震がエルサレムで起こされ、先生が言われたようにモスクが破壊され第三神殿が建てられることを暗示している数字 11.5 と 11.3 と思うのですが、飛鳥先生、ご見解はいかがですか、という質問です。なるほどね。僕は例えばね、絶対ねえとかさ、はい、そんなこと絶対言わない、はい、1% でも可能性がある場合がやっぱりある、はい、でこの11っていうのはそうなんだ、すげえアメリカがよく使う数字なんだよな、はい、9.11 もそうですよね、3.11 で、JFK が暗殺されたのは11月の22、11のゾロ目なんだよね、はい、だからもうとにかく11ってのは頻繁に使う、はい、だから、重要なところではね、アポロ11号、はいはい、でアメリカ前のベースボールは9人だけど本当はコーチャーズボックスいますから2人 でプラス2で11、いやもう本当にもう11っていうのはあれ陰を踏んでいくんですよ。ほう、やっぱりこれなんかやるときには連中にとって縁起のいい数字ね、失敗しない、なるほど、はい、だからその11っていうのは割と縁起担ぐんだよ、はい、この5月云々ってのは、はい、5月に起こる地震はとかは結構あるんだよ。